ヤングオーハルのボーカル、ハローユキトモです。おうちで検索ワード、俺の検索ワードは断食ですね。この自粛、コロナ自粛期間入ってサウナに行けなくなっちゃったから、なんかおうちで楽しめるものなんかあるかなと思って調べてたら、断食あるじゃんってなって、3日ぐらいの簡単なやつ、ファスティングっていうんですかね、なんかやってみたんですよ。で、なんかあれ前に3日で、その断食中の3日で、あとに3日っていう、まあ大体9日間ぐらい使わないといけないんですけど、まあきついっすね。もうやんないと思います。なんかもっと簡単に楽しめるもんないかなって思ったら、結局ネットフリックスになっちゃうっすよね。みんな何してますか？お疲れです。